のお取引を選択してください。画面の案内をご覧ください。通帳またはカードをお入れください。しばらくそのままでお待ちください。しばらくそのままでお待ちください。しばらくそのままでお待ちください。お客様の連絡先の電話番号を入力してください。最後に確認を押してください。最後に確認を押してください。しばらくそのままでお待ちください。しばらくそのままでお待ちください。カードとご利用明細表をお取りください。ありがとうございます。